お店なのでこういった感じの中の商品に対していい感じのサイズ感でパッキングされてるパッケージ見たことないですか？実はこれ自宅で作れます。はい、こちらですね、株式会社バッカーファウンダー様よりご提供いただいた卓上真空成形機フォルマートとなります。めっちゃでかいです。で、早速開けていきたいところなんですけど、ここ見てください。ここパックシャープ1ってなってるじゃないですか。もう一個ね、同じサイズのやつがあるんですよ。もう一個、こちら卓上真空成形機なんですけど、真空にする上で吸引するものが必要になるんですね。で、このフォルマートは2種類あって、1種類がフォルマート、もう1種類がフォルマートライトという風になっています。で、このライトの方は価格は抑えてあるんですけど、吸引する掃除機が付属しないので、ご家庭にある、汎用的な掃除機を使ってくださいみたいな。で、こちらのご提供いただいたフォルマートの方は、吸引するための掃除機がそもそも付属されているので、値段はちょっと高いんですけど、こう別で買わ用意しなくてもいいよみたいな、専用機として使えるよみたいな、パッケージになっています。よいしょ、重たい。よいしょ、あー、はいはいはい、おーすげー、見てなんか調理器具みたいやねんけどこれヒーターですね、上のヒーター。で、これでこう上にこうつくわけですよ。ちなみにこちらのフォルマートは、メイヤード社が製造していて、メイドイン台湾製のものとなっています。わかりますかね、このボリューム感めちゃくちゃでかいです。で、しかもね、結構重たくて25キロほどあります。今回比較対象として1キロのフィラメントリール用意しましたけど、このサイズ感わかりますかね。でもでかいっていうことは、加工範囲もね広いので、これぐらいのサイズだったら中にすっぽり収めて、一気に成形することが可能になってます。真空成形というのは 3D プリンターなどと違って、必ず成形の元となる物体が必要になります。その物体は柔らかいものだとできないんですけど、それなりに強度のあるものだったら比較的何でもいけます。例えば、プラスチック、木材、金属ももちろんいけますし、こう石で作ったようなものとかもいけます。比較的何でも対応できます。材料となるのが、こういったプラスチックシートと呼ばれるものなんですけど、このプラスチックシートを、この昇降するテーブルの間に、挟み込みます。で、挟み込んで一旦上に上げます。で、上に上げると、どうなるかというと、上の方には石英ガラスのヒーターがついています。なので、このプラスチックシートをこのヒーターで温めることによって、すごく柔らかく、溶ける寸前はちょっと言い過ぎかもしれないですけど、かなり柔らかい状態にします。その状態で一気に下の方に押し付けて、この物体に押し当てます。で、それと同時に下から真空で空気を抜きます。で、そうするとその間にあった空気が一気に抜けて、この形に沿った形状が成形されるという仕組みになっています。では、電源を入れていきます。うるさ、うるさ、え、うるさ、うるさい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 。マジか。ええわ、続けよう。一般モードとプロモードだって、プロモードの方はパラメーターをね、細かく設定できるようになってます。今回はね、一般モードでいきます。低真空モード、高真空モード、標準モード、標準でいいかな。はい、標準で。材料なんですけど、ホームセンターとかで売ってる汎用な材料ももちろん使えますし、今回のように専用の材料を使うと、ここに QR コードが貼ってあるので、これを読み取ってフォルマートの方で最適な条件を出してくれます。今回はこの白っぽい HIPS という材料を使ってやってみます。ここに置くかな、ここかな。はい、で、もう検出しました。ここにね、カメラがついてるんで、 QR コードをここで読み取りました。HIPS.PS カラーホワイト、厚み 0.5、加熱温度160度、すごい完璧で、設定完了。押せてない。
あ、これかこっちか、タッチ、これタッチ、これタッチじゃないから。はい、今158度まで行きました。もうそろそろ、間もなく。これ手動なんで、手動で下ろすんで、自動でね、落ちてこないんでね。いけー、終わった、終わった。冷却してます、今急速急冷。なかなかいい感じにできたんじゃないでしょうかと見せかけて、はい、取れなくなってしまいました。これですね、取れなくなってしまったっていう言い方してますけど、パッキングを目的とするなら100点満点です。これはもう取れないので、壊さないと取れないので100点満点です。ただこれをね、収納目的にすると100点ではないですよね。で、まあ、なんでこうなってしまったかというと、この成形する方の型にアンダーな部分、内側に入り込んだ部分が多いと、こういった現象が起こります。なので、こういったものには正直向かないですね、収納目的にするなら。なので、パッキング目的とするなら、こんな形状でも、何でもいけちゃうぜみたいな感じになってます。次はですね、パッキング目的ではなく収納目的で作ってみました。もうこの通りぴったり貼ります。もう逆にこれ以外は入らないといったぐらいの、すっぽり具合です。でハンマーなんかはちょっとね、アンダーな部分が多いんで、ちょっとぴったりすぎるんで、取りにくいんですけど、しっかり、収納というか、目的で作ることができました。欠点としてはね、この通りになるんで指を入れるスペースがないんですよ。なんですけど、付属の、こういったねブロック、真空邪魔するブロックがついてるんで、これを、成形時に横に並べてあげれば、これをあるところは引けないので、真空引きできないんで、指を入れるスペースが確保することができます。本当はこのウェルドラインっていうのは、それを防止するためのブロックなんですけど、多分そういった使い方にも、対応できると思います。これでもう何でも収納できますかね。これあれば、これ1台あればパッキングから収納まで何でもできます。じゃないです、そんなパッキングとか収納とかやって 5SEA みたいな、そんなんじゃないです。真空成形の一番の特徴はメス型ができるということなんですよ。このメス型にチョコレート流し込んだらどうなります？この形のチョコレートができるんですよ。すごくないですかそれ。でね、僕オープニングからプルスを動かしてずっとなんか作ってるんですけど、実はこの三角コーンを作ってました。この三角コーンのコンクリートブロックを作ります。どうやって作るかというと、まずこれをここに置いて真空成形でこれのメス型を作りますね。このメス型にコンクリートを流し込んで乾かしたらコンクリートブロックですよ。これやばいです本当に。これがこの真空成形機の本来の使い方。はい、あれからですね2日ほど経ちまして、多分いい感じにできてるんじゃないかと。おお、完璧じゃないこれ。
ちょっとね、ここのウェルドラインのとこがガサガサになっちゃってますけど、まあまあまあ、こんなもん十分でしょ。すげえ、めっちゃいいやんこれ。いや、これあかん。はい、かなりいい感じに仕上がりました。さすがにね、このメス型の再利用っていうのはもう無理なんですけど、このね、元型というか原型さえあればもう何回でも作ることができます。あとはですね、今回 0.5 ミリの厚みのプラスチックシートを使用したんですけど、こいつは 0.5 ミリから3ミリまでのプラスチックシートが使えるようなんで、まあ、もし型の耐久性をもっと持たせたいと思ったら、分厚いプラスチックシートで型をメス型を作るのがいいのかなと思いました。で、あとですね、ちょっと息子からですね、ワーゲンバスを借りてきまして、ワーゲンバスでメス型を作って、このコンクリートのやつを作ってみましたんで、これも開けてみたいと思います。はい。あ、めっちゃつるってしてる。あの 3D プリンターで作ったメス型だと、まあ、サンドペーパーで慣らしたとはいえ、ちょっとねザラザラなんですけど、こうなんかテカってる、テカってるの分かります？これこの元がプラ金属、これ金属だっけ、ブリキかな、ブリキかなんか あのつるっとした面なんで、ここめっちゃ綺麗、すげえ、なんか大理石的な磨いた石みたいな。あ、すげえ、これいいな。次はですね、より実用的な事例として、ホームセンターで買ってきたこちらの1ミリの塩ビと1ミリのアクリルで真空成形していきたいと思います。用意した型はこんな感じの 3D プリンターで作った容器です。まあ、これをね、例えば大量に欲しいってなった場合、普通だったら 3D プリンターで、まあ、1個1時間とか2時間とかかけて作らないといけないんですけど、まあ、真空成形を使うと、まあ、1分とか2分ぐらいで、まあ、1個あたりできるんで、まあ、大量生産に向いているといった感じですね。で、あとポイントとしては、ここに穴がね何個か開いてると思うんですけど、これは空気抜きの穴で、これがないとここに空気が溜まってしまって、あのうまく引けないんですよね。なんで、こういった型には、穴が必要になるのでご注意ください。今回は正方形の材料を使おうと思うので、それに合わせて仕切りを追加します。はい、で、これできるのはねめっちゃいいと思いますね。はい、まあ、すごいエコですよね。半分の材料、半分じゃないか、3分の2の材料で成形できるようになってます。今回はせっかくなのでプロモードでやってみます。標準モードで、材質が今 PMMA になってますね。まあ、いろいろあるんですけど、ここから PMMA を選んで、まあ、色はいいとして、厚みも1ミリで、加熱温度もこれ、PMA で1ミリってやると多分自動でね、設定されて、これ多分触れないんで、詳細設定、ここからですね、ここを押すと、なんかいろんな細かい設定ができるんですけど、正直よく分かんないんで、このままいきたいと思います。設定完了。透明でちょっと見えにくいと思うんですけど、アクリルの1ミリこんな感じでできました。まあ、やってみた感想としては、やっぱりね、アクリルの1ミリとなると硬いので、こんだけ急に曲げたりすると割れやすくなってるなという感じですね。あの外す時にも結構バキバキになっちゃって、まあこれ成功とは言えない感じですね。あと型の方としても PLA を今回使ったんですけど、 PLA が柔らかくなる温度とアクリルが柔らかくなる温度が結構近いので、型の方までちょっとこんな感じで変形してしまいました。ちょっと気を取り直して、塩ビの方、塩ビの1ミリ行ってみましょう。
ちゃいい感じ。はい、塩ビの1ミリ完璧にできました。めちゃくちゃいい感じです。もうねサイズがぴったりなんで、まあ、こんな感じでカバーとしてね使ってもいいですし、まあ、これ単体でなんかね物を入れてケースとしても使える、まあ、1ミリもあると結構丈夫なんで、まあ、しっかりした物入れになるんじゃないかなといった印象です。はい、いろいろやってきましたけどいかがだったでしょうか。最後にこの卓上真空成形機フォルマートの感想を言って動画を終わりたいと思います。まず良かったところ、もう一言で言って性能がいいです。見た目もね洗練されてるし、機能としても申し分ない性能、最大3ミリまでの樹脂が成形できるっていうのは、かなり魅力的なんじゃないかなと思います。であとね剛性も非常にあって、まあ、そうそう壊れないっていうのもありますし、あと操作性がね非常に簡単で、もう誰でも簡単に操作できるかなと思います。逆に悪かったところとしてはでかいっていうのと音がうるさい、あとね一つちょっと微妙かなと思ったのが温度がね設定温度まで上がらない、上がりにくい、160度ぐらいまではすんなりいくんですけど、そっから先アクリルとか塩ビやると170、180っていうのが必要になってくるんですけど、そこら辺まで上がるのに結構30分ぐらいかかりました。環境とかにもよると思うんですけど、ちょっと時間かかりましたね。で問題があるのは多分ねセンサーの位置が多分ここなんですよ、温度センサーで、ここに対してここを測ってるんで、まあ、距離があるっていうのと、こう物をねこう置いた後ちょっと、ね、微調整したいって時にこう手がこう入ってしまうと、この手の温度測っちゃったりして、また温度が一気に表示がね下がって、時間がかかるみたいなこともあったんで、まあ、そういうのはちょっと微妙かなと思いました。さっき設定ちょこちょこいじってて気づいたんですけど、こうやってね PC ポリカーボネートいけるんですよ。なんでバイクのスクリーンとかヘルメットのシールドとかこれで作れちゃうかもしれない。これはやばいですよね。あとね型簡単に作れるじゃないですか。だからこの型にFRP とか貼ればそれこそバイクのカウルとかも作れちゃうと思います。で、これフォルマートはまだ一般販売されてなくて、12月27日から12月8日の間で、クラウドファンディングサイトのグリーンファンディングで先行予約販売されているそうなんで、もしこちら気になったという方いらっしゃいましたら、概要欄の方から覗いてみてください。はい、というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方お願いします。 Twitter、Instagram、物販、いろいろやってますんでそちらもぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。